いくらもらったとは書いてなかったけど、まあ、お金をもらったことに間違いはない。そして、ここにいる人たちに、モノリスさんたちが避難場所を探しているというお話をしてるんだけど、みんなあんまり、あんまりというか、全員がモノリスをいい連中だと思ってないね。デューティーに参加したいっていうモノリス兵なんだけど、あんたは彼らを保証できるのかい？ああ、どうしよう。どうしよう。いや、お人よしだから信頼してる。え？あ、なんだ。僕のことを信用してくれてないや。ああ。どうすれば信頼してもらえるんだ？じゃあ。もっとここにいる人たちの任務をこなせってことなのかな。信頼に足らんって言われちゃったし、どうしろというのかね。フリーダムに参加したいだとか、デューティーに参加したいだとか諭したところで、どちらも許可してくれないと。でもこれ以上誰と話す？さあどうしようかな。デューティーかフリーダム、どっちか折れてくれないと。あの人たちをここに連れてこれない。現状どうにもならんから、保留しとくしかないか。でもそうこうしてる間にね、エミションとか来たら、あのストーカーさんたちおじゃんだけど。まあまあまあ、さて合流できる程度にお金が貯まったから買い揃えよう、アイテム。合流できると思ったけど、防具買ったらもうお金すっからかんじゃ。まあまあまあ、あ、でもここの装備枠たくさんあるな。そんなに装備するもんたくさんあるわけでもないんだけど、残念ながら武器は買い足せない。でもこれだけでも十分でしょ。これはぜひとも修理してでも長く使っていきたいな。あ、腹減ってる。腹ペコだ。オッケー。さてこの装備であるなら、この B205 地点調査に行けるはず。耐性ゴリゴリあるしね。あの上5つがマックスだ。半端ない。ただ大事にはしたいから、極力ダメージは食らわないでおこう。 PDA のバッテリー OK や。バイオネットがだいぶ負傷してんの。なんかで見たんだけど、こんだけ価値の高い防具はもちろんそれなりにこういうフィールドで役に立つことは間違いないんだけど、修理する時のね、お金というかね、維持費が結構かかるみたいだから、それは覚悟しよう。高い装備を着た以上、装備品にお金はこれまで以上に費やさないといけなくなるというのは仕方がない。あれ、ゾンビ兵復活してんな。一人だけ？まあ倒しとくか。うろついてたのはこいつだけなのか。あと前は汚染がひどくて接近できなかったあの建物にもゾンビは結構
いたはず。あ、汚染というかここはサイか。セーブしよう。サイ耐性がないと接近できなかった建物だ。大丈夫だ、一切食らわない。これは仲間だった兵士なのかな、ひょっとして。あ、死んでる。こいつだけ生きてたのは。調査、ここになんか手がかりがあるはずなんだが。あった。何の音？何の音？なんでもない？あ、止まった。ここはもう何もない。バグかな？まあ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 。今手に入れたもの。何何？保証日程が書かれたノート。1421と数字が入っている。ソコロフ中尉ヘリコプターの墜落により、私は避難地点 B205 にたどり着いた。2日経っても救援が来ず。移動研究所に向かうことを決め、あれあれ、移動研究所なら前に寄ったぞ。誰か、あれ、それらしき人いたかな。ソコロフ注意。いないけどね。この人違うしな。ああ、この人だったか。あ、軍用医療キットゲット。ミリタリーを見かけたらすぐに知らせてくれ。プリピアチに行きたいんだ。アーティファクトの仕事でもくれんのかな。そんなにプリピアチに行きたいんだ。まあ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 、じゃあひとまずこれでフィールド上の、まあ、アノマリーとかの耐性はゴリゴリについてるはずだし、なんなら敵からの攻撃も割とこれで軽減できるはずだし、どんどん墜落現場調査に参ろう。今度はスティングレー1。2000 years later。 はい、突然ですが、ここまでが去年2020年の4月頃までプレイしていたストーカー・コール・オブ・プリピアチ・ミザリーのプレイ動画で、今は2021年の5月になっています。実況動画のパート9ぐらいの概要で書いたんだけど、パソコンのデータが1回全部吹っ飛んじゃって、で、無論このゲームのプレイセーブデータも全部吹っ飛んじゃって、一からやり直してくださいっていうことになっちゃったんで、かなり期間が空いちゃったんだけど、一からプレイし直していました。で、装備品とかも、はい、装備品とかも大体同じぐらいになるように戻して、で、クエスト進行も大体動画でプレイしていたところまで同様になるように
しました。そんなところかな。でちょっと動画にした部分とで違うところがいくつかあるとすれば、まず最初のこのザトンのエリアの未発見だったラングレーの墜落現場は全部調査して、まあ、してっていうか、まあ、ここと沼地とあとこのアイアンフォレストアノマリにあったヘリなんだけど、以前このアイアンフォレストアノマリ付近まで徒歩で行ってこのジュピターエリアにこの経路でエリア移動できるもんだと思って徒歩で行ったんだけど、道を知らなくて移動できなかったと。じゃあどうすれば道がわかるのかと思ったら、ここにあったヘリコプターを調査したらなんと地図が手に入ったと。だからあの時先にヘリをちゃんと調査しておけばあのまま徒歩でこっちのジュピターエリアに行けたと。そんなもん知らねえまあただ地図を見つけた結果このパイロットにはこのジュピターとザトンのエリア間移動、本来は1万ルーブルなんだけど今6000ルーブルに、この人に地図あげたら6000ルーブルに負けてくれています。無料でもいいんだけどね。であとはまあそうかな、そんぐらいかな。だからもうザトンエリアには用がなくて、あとはジュピター、あといずれはプリピアチの方に行って全部のラングレーを調査しましょうって言ったところかな。あとそう、装備の修理とかもちゃんと完全に理解したんで、前は全然理解してなかったんだけど、ちゃんと武器とか分解するなりして万全な状態、武器のコンディションを保っております。何回か武器の強化もしてもらったし。でアーティファクトは持ってると常に放射のダメージを受けるから特殊なボックスに入れておく必要があるんだけど、まあ、ちょっとランニングコストに、ランニングコストがちょっと割に合わないので基本売ってお金にするらしい。まあ、こんな感じかな。ちょっとサブ要素を、ちょっとサブクエストが多いぐらいで、一つ気になるのがこの偽りの主張フリントに対処しろっていうクエストが発生してて、フリントって誰かというと、まあ、ここにいる人なんだけど、この人時々ね突然脈絡もなく語り始めるんだけど、内容がね全部嘘なんだよね。嘘っていうかホラーを吹いてるというか。だからこのクエストもそう、他者の偉業をあたかも自分の手柄のように語っていると。なんかよくわかんないやつなんだよね。で前々から発生してるクエストのどれだったっけな、そうそう、これマグパイ捜索、マグパイというストーカー、このクソ野郎を探せっていうクエストがあるんだけど、このマグパイっていう単語をなんとなくググってみたら、学名だと鳥の名前にあるらしいんだけど、もう一つおしゃべりなやつっていう意味もあるらしくて、そう考えたらこいつなんかめっちゃおしゃべりなんだよな。今は何も喋ってないから、ある程度この辺のクエストを進めていかないと突然また語り始めたりしないのかもしんないけど、こいつがマグパイなんじゃないかなとちょっと疑いを持ちつつ行動していこう。そんなところかな。じゃあもう装備とかお金とかはあんまり心配がないんで、まあ今あんまりお金ないけど、ガンガンクエスト進めていこう。スティングレー1はここに落ちてて、先こっちが近いからこのクエストやっていこうかな。ジュピター工業地帯の北のトンネルで未確認のミュータントに遭遇した。そういえばこの装備知らなかったんだけど、ナイトビジョンがあるんだけど、ちょっとイメージしていたナイトビジョンと違うな。白黒のナイトビジョン、モンスターと戦ってる。おや、仲間かな。こっちか。
あ、待ってよ。ここ、バンディットがいたところだよな。と目的と違う人らと交戦してたら、また目的地遠のくから無視しよう。向こうね。で、今のこの装備はめっちゃカクつくな。AR とショットガン。まあメイン武器これ以外にも持ってるものがあるんだけど、この AR は最近手に入れたものなので。ああ、あれ？こんなもん、はい。一撃？あんな急に飛びついてくるモンスターいたっけ？ブラッドサッカー、いや、ブラッドサッカー別に飛びついてこないか。あ、もういない。これ死んで再ロードするたびにいつも天気変わっちゃうんだよな。何ここ？おっとっとっと。ファイヤー？なんて読むんだこれ。アノマリーなのね。どうしたらこんなことになるの？隕石でも降ってきた？終わったと多分ね。誰かいる。ゾンビだ。ゾンビだな。銃持ってるゾンビ面？どうしたのか、持ってるな。あいてー。ちゃんと持ってた。あんまり AR の弾無駄遣いしたくないんだよな。あらら、どこ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 。あれか。ああ、みんな銃持ってんのか、ゾンビのくせに。この武器強化してあるんだけどね、サイトの強化ができなかったっていうか、あるのか分かんないんだけど、失敗した。もう一つのメインウェポンの VSS 持ってくればよかった。どうせゾンビなんだから大したもん持ってねえだろ。参ったな、本当に VSS 持ってくればよかった。無視するか。まだいる？まあ、距離取れば出てはこないでしょ。こっちね。トンネル？トンネル？ああ、トンネルってこれか。ストーカーのグループは？もう中入ってんのかな、先に。あれ？こっちから入れる？ちょっとナイトビジョン使うほどでもないな。
入れそうだね。こんな簡単に入れちゃっていいんだろうか。おっと、これコントローラーがいるな。あ、いた。あいつ強えんだよ。あ、見えて。わ、マジで VSS 持ってくればよかった。ちょっと距離取っててもね、余裕で。うわ、攻撃かましてくるか。うわうわうわ、あ、いけた。これサイがまだはびこってるってことは、はびこってるってことはまだいる、まだいる。これは絶対、しかもこれ近づいてきてるな、こっちに。弾どんぐらいある、あとこれ。やっぱコスパ悪いな。あ、いたOK。 あー、こいつらのことだったんだ。正体不明のミュータントって、正体不明だったか、いつもとなんか違うやつだったか。でも物を浮かせてこっちに吹っ飛ばしてくる能力はあったっけ、こいつらに。でさっきから撃ってきてんのはゾンビ兵でしょ。ゾンビ兵っていうか、もしかしてここに入ったストーカーたち。え、撃ってきてたよね。ゾンビの声はするんだけども。あ？いかにも厳重な。こんだけか。とっとっと、こいつに近づくとね、こんな音が鳴るんだよ。で、いろんなもの持ってんだよねこいつ。視界が一時暗くなるだけなんだけど、センターコンソール的なものがあるぞ。動くわけないか。終わりか。もっと奥があんのかと、びっくりした。奥があんのかと思ってたけど、あれはスタッシュ？んつうか、このゾンビ兵の声、多分地上だろ。ああ、いろいろ入ってる。なんだこれ、ゾンビ実地調査と、ロープ、グリス、スチールール。そう、これ結構便利アイテムで、トレーダー持ってるんだけど、これ一つ装備すると重量の上限が 3.5 キロアップする。だからもうすでに3つ装備してんだけど、ありがてえ。で、薬物に、薬物にベーコン、タバコ、サバイバルキットいいね。あとこれはふるい肉、エピネフリン注射。あ、これも結構強い注射。なんかな、この重量増加のバフ、しょっぱいんだよな。8キロとか7キロとか、そんな数キロ単位じゃなくて、もっと数十キロ単位で上げてほしいな。
ほんとこのゲームね、アイテム大量に持ち運べないから。じゃあ変えるか、とりあえず。で、武器を VSS に切り替えて出直そう。